誰も来てない。てっきり誰か追いかけてくるとばかり思ってたのに、拍子抜けだね。この女性を運べば上から支援金がもらえる。私は正しい。だからこそ私の教えをもっと広めないといけないの。あの人捕まえてどうするんだろう。とりあえず、見張ってはいるけど、どうしよう。どこまでやっていいのか全然聞いてないや。スティア様なら独自で判断してあの人を追いかけるだろうし、私が倒しちゃってもいいのかな。あ、とりあえず次の監視カメラに行こう。それにしてもなんであんなに怪しいのに周りの人は見過ごすんだろう。もしかしてこっちの世界の人って私より冷たいのかな。でも明らかに人をさらっているのに完全無視はちょっと不自然すぎるね。もしかして画面越しで見るのと実物で見るのとで様子が変わってるのかな。ちょっと、真正面に出てみるか。さて、実際はどうなってるのかなっと。全く別人だよね、これ。なんだよ、いきなり前に現れて、危ないだろ。なるほど、これじゃあ周りは無視するね。だって住人になりすましてるんだもん。返してくれない、そもそもその人使って何するつもりなの。と、意味わかんねえ。子供は親のところに戻りな。ダマトさんよ。黙れ、殺すぞ。そうか、周りの目を気にすることなく襲ってきた。そもそもあの子供の目にはこの女が見えてないのにどうするつもりなんだ。いや待て、それよりなんで私の悪視点変身偽装操作が通用しない。とりあえずあれはまずい。私の本能がそう言っているのだから間違いない。脅しすぎたかな。恐怖で動きを少し止めれたらよかったんだけど。生け捕りなんて面倒だし、別にそんな指示もないし、殺してもいいか。冗談じゃない。こんな危険な奴がいるなんて聞いてないぞ。捕まったらそっちの鬼ごっこの始まりだね。歩いてくる、縛りか何かか。それならとりあえず全速力で逃げてしまえばいけるかもしれない。電脳支配、空間に存在する電波や波動に干渉して移動や改ざんすることができる能力。この世界は電波が飛び交ってるから私の移動範囲は。波動ルートを外したけど、こういう裏道を使えば追うのも困難になるだろう。いい加減話してあげなよ。いつまでも不潔な手で触られてたら服が赤で汚れるよ。いろいろ考えてみたけどお金のため、人身売買ってやつ。人間の行動原理はわからないな。嘘だろ、なんで見透かされるんだ。しかも今の現状まで知ってるし。くそ。見るな、どこに行くつもりなんだろ。定番の港とかコンテナとかかな。旅館で見たドラマでしか知らないけど。結構ルートから外れた。早くしないと次の運び屋との指定時間に遅れる。そうなったら依頼金が下がる。なんか、焦ってるのかな。なんか方向も定まってないし、何がしたいのかわかんないや。とりあえず次は真後ろに飛んで、そのまま触って終わらせよう。ああ、あんなに汗まみれになって、真夏にあんな格好してるからああなるのに、バカなのかな。しつこいんだよ、さっさと死ね。歩いてただけなのに、エテルがいい感じに足止めしたみたいだねー。おかげでこっちは余裕を持って到着したし、このまま受け渡し先の人に会ってみておこうか。大丈夫なのですか？危険な人たちなんですよね。大丈夫だよー。ちょっと主様からオーラもらわないとだけど。今は気配的に石化とメリアがバチバチだねー。主様はかなり疲れてるねー。パト君は勝ったのでしょうか？心音は穏やかだし、勝ってるかもねー。それくらい体もリラックスしてるし。そんなことまでわかるのですか？スティアさん。私の五感はすごいんだよー。そこからさっき言った能力で正確な状況把握とかできるのさー。本当にすごいんですね。小さくなって寝てるイメージしかありませんでしたけど。やっぱりパトさんの従属なんですね。そろそろエテルがここまで誘導してくるから中で準備してよう。あ、待ってください。逃げられちゃった。血相変えて逃げちゃったし、なんかあんな顔見るとやる気なくなった。私に傷つけるのは無理だよ。傷つけるより回復する方が何千倍も早いから。化け物、こんな奴とまともに戦えるか。化け物、何を言ってるのだか、私はただの機械族だよ。無性の境地、生死、上限の概念を排除して永遠に疲労せず、傷を受けず、劣化せず、死なない肉体を持つ特性。私を外傷で殺すのは不可能だよ。たとえ権利を奪われても、存在ごと抹消しようとしても消滅することがない。これ以上成長することも、老いることもない、そういう呪いのような権能なんだよ。オートマタレイリウムの特権は無尽蔵の器と前提の宝物庫。無尽蔵の器は全エネルギー、全オーラ、全状態を消費しないと特性。
県警の法務機構、わなな大組織、特性、恩恵、体制、能力、権能、権限、加護、契約、をすべてを保存し、政策、配合、構成して新たな力を生み出すことができる、錬金術の最高峰の特性。県警の法務機構は構成員クラスの機械族にしか付与されない、むしろ構成員になるためには必須の項目。私みたいな力がなくても構成員としていられるのはそのおかげ。死なない、傷つかない、消費しない、老いない、そして錬成し作り出す、そして私の称号は怨霊。どこまでも追いかけ、死を与える死神。帝都遺伝では怨霊の死神、そう呼ばれていたんだ。そう考えたら化け物かもね。時間は15時10分、約束の時間までもう5分しかない、報酬金が下がるなんてありえない、急がないと。そう、あの化け物ね、もう追いかけてこなくなったけど余計な邪魔を。あの子すごく可愛い、ファッション誌のモデルみたい。スタイルもすごく綺麗、私もあんな風に可愛くなれたらな。私ほどにもなればどこに行ってもこのカリスマ性と美貌で目立ってしまうわね。でももっと信仰的眼差しでチヤホヤされたい。あの私抜きでは生きられないというあの飢えた獣のような子たちのような。見て見て、あの子どうなってるの、すごく可愛い。あれ、その耳と尻尾ってどうやってつけてるんですか。街中だとあんまり気にされなかったのに、ここになると興味を持つ若い人が多いですね。もともとだよ、ほら、こうやって動かせるし。すごい、どんな技術なの。しかもすごく肌白いし、スタイルもすごい、絶対モデルさんだよ。確かに土屋さんって女性の欲しいと思うもの全部持ってますよね、羨ましいです。あの、早くしないと。そうだね、本当は主様からオーラもらいたかったんだけど、先にゴールに着いちゃったみたいだね。どういうことですか。何よ、私より目立つなんてムカつく。あんなのただの獣のコスプレじゃない。あとちょっと肌が白くて余裕なくないで。待たせたな。時間ぴったりじゃない。普通5分前行動でしょ。常識はどうなってんの。常識は。ごめんね、追っ手に追われてて。でも一応巻いたのは確認したわ。しっかりしてよね。何のためにあんたみたいな醜い女の友達やってると思ってんの。ごめんね、ムーナさん。とりあえずこれが例の。あんたバカね、華奢な私にそんな重たいもの持たせるつもり。悪視剣使うからもう少し持ってなさいよ。剣は本当に使えない。だから卑怯になっても信者一人いない落ちこぼれなんでしょ。私の素敵な肝を信者を一人くらいあげよっか。ごめんなさい。そう、このゴテゴテ地上野郎、いつか絶対お前の顔に泥を塗ってやるからな。あんた、私が悪視剣使ったら後先まずいでしょ。なんかあんたの悪視剣的を紛らわせなさいよ。でもそれをしたら実力者にバレる。相手地球防衛軍関係者の近くでやるから逆にいいって聞いたのに。そんな大層な悪視剣持ってないでしょ。欲求増加操作使いなさいよ。それでここら辺の奴らの行動を狂わせて周りで問題が起きればその隙に運ぶわ。それなら楽勝でしょう。ムーナちゃんが言うなら。なるほどねー、あの二人だねー。あの男の人も見た目は違うけど匂いが同じだから連れ去った人で間違いないねー。どうしましょう、誰か泳ぎますか。時間はないみたいだよー。男の人が能力使ったら隙を狙って女の人が注意させるみたいだからねー。一度でも目を離したらもうアウトだねー。私でも追えないやー。わかりました、土屋さんはそのまま止めてもらっていいですか。私はその間に誰かを呼んできます。きっと私が一緒にいても人質とかにされるだけなので。了解だよー、なら今から何か起きるけど気をつけてねー。はい。それにしても普通に聞こえそうなところで何を考えてるのかなー。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでくれましたか。くれましたか。気に入ってくれた人はチャンネル登録してね。してくれたら嬉しいな。私はもうしてるわ。次も気になりますしね。過去の動画は再生リストで確認できますよ。しっかりまとまってるから見たい動画がすぐに見つかります。それはぜひ見ないとね。見てねー。次の動画までお別れですね。また次の動画で会いましょう。約束ですよ。それじゃあ次回もお楽しみにー。